2019年この県立真田北高校も入学者減少に伴い存続の危機に陥ったことがあった。悲しむ在校生の声を聞いた当時の校長が単身県に対し70時間に及び嘆願を出し続け、ついに奇跡を起こしたという。そして学校は救われた。そんなことがあったとは。その偉業を俺たちも見習えということか。そんな深い思いが込められた学校行事だったとは。すいません、この学校創立平成元年なんすけど。